さあ今回はゾンビと戦う新作の単性 RPG ゲーム遊んでいきます。さあこのゲームの目標は、2日生き延びるっていうのと、ゾンビを40体倒すで2つの目標があるね。で、なんかアイテム漁ってきて、まあ、クラフトするみたいなのもあるし、でこのゲームのこう移動とかは X コンみたいな感じなんですけど、まあ、この AP によって 1AP で動ける範囲と 2AP と 3AP の動ける範囲があると。でこちらにね、武器を変えるとこがあったり、近接ハンドガン、爆弾とか変えれたり、あとエンガードっていうね、こう敵が近づいてきた時にカウンターするような近接攻撃のスタンス。で、ヘッドショットモード。これゾンビを的確に撃ち抜いていくモードみたいな。で、リロード。これを使いつつ移動して敵を撃つみたいな。で、そうだね。まあ、漁っていくわけですよね。あ、なんかいっぱい、ん？これが敵か？あ、これ、あ、はいはいはい。なんかすでに漁ってるね。ライブラリー。あ、ここメディカルベイ。直すとこかな。負傷した味方をね。これどこに、こっから移動するのかな？車的なのはないですけど。ちょっと出てみるか？あ、こいついい武器持ってんね。弾があると思うんでね。どんだけ持ってるかわかんないけど。それこそここで、ライフルの弾。で、これなんか、素材が変わるのかな？右の結果変わるね。だこれ通常の弾ができるよっていうところでね。こんだけ使って。まあ最初はハンドガンでいいんじゃないかな。ショットガンだ。こっちはね。敵に対するダメージが変わるんだね。だこれ全体的に通る。より特化型になるみたいなことか。だからこれアーマーを打ち抜くような感じか。まあ普通のかな。よし。これ待つみたいなことだね。あれそんな移動、あ、そっか、こいつは移動できるんか、いっぱい。まあちょっとずつ移動しようかな。こうじゃこう。いないね、別に。あ、例えばここに行くとかするか。防衛とかもあんのかな、それ考えるとね。じゃ合流していこうぜ。そっちから行こうかな。お、待って待って待って。なんかゾンビの声聞こえたけど。やばい。結構やばい。背中向けてるしね。外ならちょっと近接で、なんかこれ 3AP 使うから動かずにカウンターするために待つみたいなモードだから、動いた後でできないんだよね。まあでもここ見えてるからいないことは分かってるんで、さあ、ヘビーファイター、いろいろスタンス変えれますけど。あ、近接があるとこの辺も変わるのかな？まあこいつはマチエテがメインっぽい。そっから抜けないよね。これ動かせないですけど、動かせるね。で、ワークショップやったからね。ちょ、見張るか。そっからさ、中見えないのこれ。向きの問題か。あー、しまった。ライブラリー、なしと。メディカルベイ、オープン。これ、インジャーしたね。怪我を負ったサバイバー直せると思うんだけど。作ったりできないのかな。さ、オートヒールサバイバー使うんだね。まあ今は出てく感じかな。あ、待って。掃除がある、掃除が。スイーパー。あ、こいつロングショットだな。スナイパーだ。はいはいはい。じゃあ、うまく出れば、あいつ撃てんじゃないの。おー、強い。AP 攻撃は1なのかな。スタンス切り替えとかでね、使いはするけど。あ、待って。ここに、武器庫あるじゃん。
お前待てよ。全員が出る必要ないもんね。この中、あさりたいから逆側か。どうしよっかな。まあ、基本的にみんなあっちから出るしかないんだね。いっちゃいっちゃい。あれじゃ作れば放っときゃいいんだよね。あ、そんなとこにいたのか。マップクリア型というか、普通に生き延びるのがメインだから、ね、広げていく感じなのかな。まあ、でもこのミッションみたいなのをクリアすれば終わると思うんだけど、こっちの方が基本的には有利な感じなのかな。拠点があって、まあ、守ろうみたいなのあると思うけど。開ける。あ、はいはい。だから持ってけんだ。あ。バットもあるし、地雷もあるね。まあ、いいか。え、ちょっと裏取られかけたこの子ね。だこういうとこあさるわけだよね。こっちもでも2箇所あるな。こっちの3人で行こうかな。だから3人3人で固まってるから、いいかもしれない。これ1個ずつ進んでって。なんかゾンビが発生した何かかな。あ、結構こっちも広いね。思ったらありますね、マップが。小中見てほしいな。さすがに危なかい、これで行ったら。一人だし。AP 軍も使えないよね。あ、使える？あ、待ち構えてますね。はいはい。3だけど、1でもいけんのかな。一回移動する。あ、でもいけそうだよね。この辺晴れてるし。こっちか。あ、見えないね。見えない見えない。で、スナイパーは、まあ、後方支援しながら動く感じかな。リロードとか、あったか、ちなみに。これ武器近接に変わっちゃってるけど、どうなんだろう。あ、なんか増えてきてるなぁ。臭そうだし。あ、でもここ空いてんじゃん、よく見たら。めちゃくちゃまずくない？入られちゃうな。みんなで行っちゃダメかな、そうなると。あれ、武器あれだね。近接になってるな。あれってか、あ、こっちか。切り替えて。まあ、突入かな。突入。まあ、撃てるっしょ。あれ？いないか。あ、今 IP 無駄にしたな。めちゃくちゃ保守的にいっちゃったな。これちょっと警戒班いるんじゃないの？ここ入られちゃうね。3人で行かずともかな、もしかすると。まあ、結構で移動できるね、こいつは。戻れそう、簡単に。ハンドガンどこまで抵抗できるかな。ちょっと近くに漁れるものがあれば、そこで漁るんだけど、まあ、こことかになっちゃうかな。まあ、多分いないとは思うな。いないと思うんだけど、ここくらいかな。どう？まあ、基本視界には捉えてるもんね。だいぶ、だいぶ。待て待て待て。声がするぞ。あー、なるほど。スナイパー支援は難しそうだね。で、ここ、1人、2人いれば、とりあえず、漁れそうだから、わざわざそんな大人数で行く必要はないかな。だからこいつちょっと戻すか。まあ、3人1チームぐらいの感じで行きたいですよね。で、多分持てないかもしんないから、これさすがに2人で。で、奥の扉からさらに奥、ね、違うとこ行ける。おお、どこそこ。あ、ここでワールドが。でもあれを潰すとかミッションにないから、まあ、ゾンビが増えるくらいの感じなのかな。いやー、うわ、そうよね。無謀すぎたね。
中まで安全かなって思っちゃったな。まあ普通に一発殴ってみよう。普通の攻撃をしてみよう。あ、もう強い強い強い。ちょっと食らったね。軽傷だね。1AP か。ちょっと待つか、ここは。怖すぎる。で、これ漁ればいいんだよね。使う、お、あれ？あ、おり、今ので。その一瞬で終わっちゃうんだ。ここで巻いてんだよな。1AP で。あと見ないと思うけど。あれ、漁って、ターン待ちか。で、まず合流。てか、ゾンビさっきいなかったっけ、この辺。この辺ではないか。AOU ポン。ダーズモップか。キャンセルできない。あ、移動できる。で、待ってますけど、ま、見えなくなっちゃったっていうところが大きいか。一旦出てみるか。はいはいはい。なるほどね。この先、あ、あっちに行ったのか。漁れるものはないですね。まあ、詰めては来ないかな。まあ、ちょっとここで待ち構えるか。さすがに人をね、無駄に使いすぎるのは、どうかなって思うか。これ動きなければ、行ってもいいかな。あ、終わった？あ、終わった終わった。で、これでアイテムを、こっち右のやつね。これ素材なんだろうね、全部ね。重さがあるから、全部取っちゃったけど、あんまり持てないかもしんない。そう考えると、やっぱ二人で行かないと、ダメかな。あ、そっちか、結構遠いね。一体でと。でも、字は、ああ、それ、ね、こっちのものなの。敵は凍ってましたね。あ、なんか泉みたいな、これはね、ゾンビの発生のやつみたいだけど、なんかどっかどんどん遠く行くな。なんかあっちあんのかな。まあじゃあ行っていいっすね。お、明かりだ明かり。夜どんだけある、あと。夜があるわけなんで、そこに備えないといけないんだけど。つけれんか。ターンオフ。アクションがないですね。待ち構えるか。スナイパーと近接が漁ってるってやばいですよね。ああ、結構重いんだね。今で 10% 以上増えてますから。そんなにできないんだな。だ、移動あさりするからできないだけで、あさりメインなら多分終わる。あれ終わんなかった。で、右下これ弾か。リロードもどっかでいるね、こうなると。まあ、しちゃおうかな。リロード。外で見張るか、中でスナイパーなんてね、ちょっと、情けじゃない？使えるシーン。これ撃てないかな。さすがに無理か。まあその辺でうろついとこうかな。あ、サルはないんだもんね、マークとして。はい。はい、なんか動いててますね。ワールドチェンジ。世界の変化。でもいいことしかなそうだけど。こっちのキャラまで引っかかるなら普通に良くないのか。ただこっちに来る道が悪くなってるから、いい気しちゃうけどね。オーバーキル。ロングショット。これ撃てないの。こっから。さすがに。ダメか。効率が上がるくらいの感じなのかな。入ってみよう。あ、なるほど、大丈夫だね。こう上行かないといけないのよ。多分。上、いや、でもないか。ないな。あ、結構じゃ狭いんだね。あれ漁ったらおしまいか。
じゃあ出るしかないか。ちょ、こいつ帰らせよう。継承です。でここの拠点が全然見えないの怖いな。自分たちの場所なんだからね。一人常駐かなんかないのかな。あ、罠あるわな。罠置いとこうかな、ここに。次のターンになっちゃうけど。そうか、地雷とか罠を拠点の出入り口に置いておけば危ないかもしんないけど。あ、フードじゃん。食べるためとかあんのかな。まあ、一旦ここで帰ろう。これアーマリーに持っていけばいいのかな。ワークショップに持っていけばいいのかな。一瞬だけ見る、一瞬だけ。ああ、まだいないか。いやー、これ絶対いるよね、広さ的に。撤収。あ、こっちからが近かったな。あれ、夜近づいてきてるし、これはね、おっと動いた。もうちょっといるかもしんないしな。ここの車で見えないんだよね。どうやって置くんだ。こうか。よし。これ多分プレイヤーも踏みそうだからね。扉のど真ん中に置くのやめといたけど。あさるけど夜あるなら怖いな。もう一個か。あ、なんかいけないね。でしゅっ。どう動いても一だもんね、あの範囲だと。さあみんな拠点で会おう。第1次探索は終了と。邪魔だったのかな。移動がだいぶ違う。ウェイトなのかな。この重りマークがありますけど、重すぎると動けないかもしんないね。これかな。さあ夜です。夜が来る。まあ、夜のゾンビは基本強いだろうからね。あ、でもあれあったら来れないもんね。いまだに。ずっと凍ってたっぽいから。問題下だね。ゾンビのな集結場所があるのかな。あれそっち。はいはいはい。まあ、攻めてくるのかな。お、結構そこ近いね。一発かませるけど。やめとくか。で罠置いたでしょう。ちょ、チェンジですね。ガスマスク。その危険地帯があったら使うとかだろうけど。まあまあまあ。見張っとく、ここで。撤収、撤収。手堅く撤収して。ちょっとこれ回復しようか。このキャラクター。まあ、次のターンだけど。持ち物見れるのかな。まあ、ここ、あー、ここかな。クラフトかな。インベントリー開ければいいんだけど。あ、これだね、ウェイト。34。多分なくなったのかな。一応開いてみようか。あ、塞がれちゃってるね。でワークショップまだ動いてるんだね。結構ターンは長めなのかな。でただターン過ごすみたいなのはこれか。エンドサバイバーターンだから他のキャラも動いたでしょってとこでいいんじゃないかな。おお、さあなくなってくるね。なんか嫌な音がするな。しかも結構近いぞ、そこ。あ、やばいやばい、走り出した。あの昼の動きはフェイクだったように。なるほどね。キルゾンビ40だ。こっから40倒すわけだからすごい来るよね。やばい、行き過ぎたかもしんないな。そうやって考えるとあいつはどんくさいわって舐めてましたね。罠あったら罠置いとけ。とりあえずこれどんだけ持つんだろうな。
発煙筒でしょ、この辺投げときたいね。どっからか見えない場所もあるわけだから、かなり近づかれちゃうと思うんだよね。で、多分そんな家の中こもっちゃダメだよね。そもそも。このキャラの情報を見ればいいのかな？これ大棒もそうだもんね。Go to Survivor。あ、ここに行くってことか。入ってみよう、とりあえず。入ってみて、あ、変わんないか。やっぱ出さないといけないんだね。まずじゃあ君だな。あ、しまったしまった。ここで95個と2。わかんないけど、まあ、近づけば OK ね。よっしゃ。スタンバイせよ、スタンバイ。上かな？でも下も結構いたんだよね。あれがフェイクであればめっちゃ向かってくるだろうから。上スナイパーこっちアサルトで。強武器で行こう。なんでも外出た方がいいか。でこれはもう重すぎるから一旦持っていく。撃てないよね。あ、 50% か、いやないか。まあ、そもそも近接持ってね。構えろよ。ヘッドショットモード、撃てない。君置いたっけ。いや、3あるから置いてないはずだ。よし。下、まあ、こいつ回復するから、上だな。こっちこそ下に行けるはず。お前はいいのよ。で、アメリカルベイこっちか。しまった。まあ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 。で、この子を、イエス、直します。はい、あー、やってますね。はいはいはい。動けない動けない。お前はじゃあ耐えんのかな。まあ、そんなに詰めれんでしょ。まだあるし。うわ、これ良くないチェンジなんじゃないか。あー、くるくるくる、あー、なんか食らってる。そして、サンタやっぱ来てますね。あのフェイク動きが。あっち行くとメスかけてくると。100、なんか硬いやつもいるな。でも入り口2箇所だけだよね。だよね。これ撃てるか。もうこれも撃てるんかい。リロードまだ必要ないかなとも思うけど。あと21発あんのか。まあ、1AP だからね。撃った後でリロードできるって考えれば、わざわざそんなにやる必要はないか。はい。あんま見えないけど。撃つ、これ距離によって、スイートスポットがあるのね。スナイパーの場合、近いほど良くなく、遠いほど当たる。こういう、何これ、ショットガンなのか、とかの場合、近いほど当たって遠くほど当たらないっていう、まあ、こういう武器の差があると。C で使えるのね。先に言わないと。撃っちゃってるの、こっちはもう。で、こいつはまだ撃てんよね。遠いか。こっちから来るっけな。でもここだいぶ撃ちづらいね。あいつ来るんだけど、ちょっと出といた方が当たりそうなとこもあるけど。いや、この位置が一番良くない気するな。こいつも一応当たったんだよね、そういえば。いや、こっち警戒してスナイパーが前に出ればいいか。ちょい危ないかもしれないけど、まあ、いないと思うんで。で、こいつは上か？上だな。まあ、一応スナイパーと一緒にいようか。リロードそんな細かくした方がいいのかな？まあ、一応しといたけど。まあ、これ防衛、やっぱ夜は防衛、湧いてく、そういうことか。出てきて有効化されたゾンビが、なるほどね、あれ出てくるわけじゃない、ここも、おここ来た。ここ多いな、4体いるぞ。スナイパー前線に上がんないとで、あ、こっち、いや、こっちは遠いな、まだまだ。なくなっちゃったけど。はい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 。
なるほどね。これハンドガンの距離でしょ。誰かがクラフトに行きたいんだよね。やば、ここ。あれ、爆弾とかいるな。地雷爆弾。こう撃てそうじゃないし。あ、は、あ、え、それでも、ちょっと近いんだ。でも撃つしかないのか。いや、もう撃てないよね。あ、撃てる？あ、強い強い強い。死んでないけど、まあ、ね、くたばったかな。ヘッドショットで、これ、倒れてる状態ね。死にかけだから、ダウンしてるみたいな。あれでも撃てなそうだよね。ヘッドショットモードか、それこそ。あるのは、ああいうのを避けるために使うんだろうけど、例えばこれ、こういう状態。あ、変わんないんだね。じゃあ、基本有効にした方がいいのか。こっち来んよね、多分。やや攻めめに行くか。次の棚一覧移動を考えると、この辺まで行ってもいいんじゃないかな。ただ、この辺の警戒はもう皆無ですよね。これちょっとハンドガンで、ハンドガンで。ヘッドショットモード。まあ当たるでしょう。あ、OK、ヘッドなくなったね。はいはいはい。あれはどう違う？こいつの距離は？あ、無理だね。アサルトライフルヘッドショットモード、すごいね。COD 張りの。これ一人引けるな。今。いや、引けると思うな。まだこの辺でしょ？まだあれ動いてるか。いや、まあ。エンドターンでいいんじゃないか。あ、リロードするか、一応。あ、でも危ない。引いた、そっか、そこいたわ。あ、そんな、なん、一ターン、二ターン連続で来るのね。あ、これ閉鎖した。閉鎖して。よし。まあ、動きなしは。なんかすげえ硬そうなやついるんだけど。いや、これ罠、いや、でもスナイパー撃ち続けないといけないし。あいつはなんか自分たちも食らってるな。なんか投げるか、とりあえず。なんか投げれない。フラグマイン。地雷、危なすぎない、ここで使ったら。ちょっと前で置いてくるか。これ、あ、ここのポイントはないか。で、置きます。範囲はそんだけ。まあ、結構でかいね。あぶ、え まあまあ、来ないと思うんだけど。そっか、置いて終わりなのね。ちょっと前出るか、じゃあ。ヘッドショットモードならこれ撃てそうな気する。よし、ナイス。味方を救ったんじゃないかな。で、これこそまさにチャンスだろうと。撃ち続けた方がいいけど、弾がないな。まあ、撃ってリロードかな。で、強そうな敵撃ちたいけど。で、このくたばってるやつはもうどうでもいいから。ヘッドショットないんだよね。あ、これか。ありましたね。命中が60、あ、62%ヘッドショットか。危ない。これか。やめると、62%だね。上がんのかな？あんまり違いがわかんないけど、まあ、使っといて。まあ、ミスった。まあ、そういうこともあろうね。何かをしよう。モロトフマイン。あ、でもこれ持ってった方がいいよな。どう考えても。ここに行くでしょ、だって。危ない危ない。あ、そっか、それ持ってると移動ができないのか。確実に踏むような位置に置いた方がいいかな。あいつ来れそうな気するな。撃つか。お、やば。外した。
あ、これ投げよ、これ。よいしょー。普通に爆弾投げた今。あれ？爆弾こっちだよね。カチ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 音がするんだけど。音がびっくりした。合ってるよね。もうちょっと前のが良かったかな。そっちも来んの？マジか。医療確か3ターンとか書いてあったよね。うわー、走ってるね。あいつらの移動速度をね、把握しとかないと。地雷とかだいぶ怖いな。爆弾持ってたから一人が。あの後ろのとことか使えそうではあるんだけど。いや、これ地雷置いて逃げないと。GAP でしょ。で、こっから撃てんのかな。こっちに引こ。はいはい。で、ここはまあ巧みなコンビネーションで。どっちのミスなんだろう今これ。いや、え、あー、当たるか、びっくりした。いや、柵のね、影響かなって思ったけど。結構ミスね。そこにあるでしょ。で、手前は任せるとして、なんか強そうなやつ撃ち抜こっかな。こういうとか。 OK。 アーマーね、インガードアーマー、アーマーダメージ、貫通。あ、さっきの多分下のゲージがアーマーだったみたいなことな。まあ、これかな。結構外すな。え、撃てるっちゃ撃てるけど。あとちょっと回ろうと。逆にヘッドショットがダメなのかな。まあ、いいや、とりあえず撃っちゃえ。まあ、届かない。まあ、位置は OK、リロード。うわうわ。なんかあれ、まとめて動いてんのか。あれだけ集団だよね。爆弾の範囲来たんじゃないかな、ただ。あ、この辺ほら、この辺まとめて動いてるよね。同一画面だからなのか。あ、まあそうか、そっちっぽいか。地雷なのよ、そういえばここ。めっちゃ危ないけど。そこもだよね、確か。あ、やばい、弾切れしてる。しまった。でもさっき2連発撃ったもんな。撃てますけども。お、なんだなんだなんだ、なんか落ちたぞ。なんだ、敵凍らせるやつにしか見えないけど。あ、撃てるっちゃ撃てるな。撃ってリロードかな、じゃあ。ああ、そっか、2AP か。ここはまだ倒したいね。あ、出てきた。あれ、なんなんだろうな。まあ、どこ狙おうか。これ狙える？オッケーオッケー。なんかマークついたんで。リロード。ロングショットの好きなロングショットですから、これ以上の。なかなかね、なさそうなんだけど。これこっちだっけ確か。あ、持ってんね。はいはいはい。窓だね。近接使うとしたら1対1とか。の状況だろうけど、あんまりまだ考えられないかな。撃っといた方がいいんだよね。
なんだ、2回打ったね。待とうかな。あ、なんか氷、ほら、フローズ。いいね、いいね、いいね。最高じゃん。やっぱ、氷のやつなんだね。ちっちゃい氷バージョン。そら、そっちだな。結構近いな、そして。あ、お前治ってんじゃん。今治ったのか分かんないけど。ちょっとさすがに待ちえってはまだやめようか。まず反応なんで。来てくれ。距離は結構あるけど、まあ、ここまで行っちゃっていいでしょう。あれさ、すぐ打たなくていいんだよね、多分。経験則からすると、すぐは解けなかったから。あ、撃てる撃てる。ダメか。もっと近い方がいいのかな。撃てるけどね。あれ向いてない。まあじゃあちょっと寄ろうかな。距離的には撃てそうなんだけど、凍ってるから撃てないのかな。これこそまさに爆弾。先こっちやな。で、ここに使うか、そこに使えばいいか。聞くのかなんか時止まってるの見えるんだけど。使えなかったらこれ道具ですね。あ、そこにでも投げらんないな。もう一個。いや、まあ、いいや、使っちゃえ。使っちゃえ、使っちゃえ。何も起きないけど。これ難しいね。撃てないってなると。ね。爆弾使える。中に入って止まったもしかして。何の音も聞こえない。いや、信じよう、ここは。信じて待機。撃ち抜くほどの敵はいないから、逆に大変なことになっちゃったな。まあ、こっちの援護行こうかな。撃てるんじゃね？あ、行き過ぎたかもしれない。あ、ちょうどいい。これがアーマーか。いや、これいいんじゃないかな。あ、もう爆発したわ。だからさ、投げたらすぐじゃないんだね。なんか追い風に乗ってるよ。あいつアーマーだけどあれだね、くたばらないんだな。あ、また出てきた。しまったね、今いないんだよね、スナイパー。撃つしかないっしょ。当たんないねこれね。レギュラーレギュラー、やっぱヘッドはいい、ヘッドはいい。動けなきゃもうそれ勝ちなのよ。こいつはやっぱ近接メインっぽいよな。撃ちましょ。まあ次のターンでいけると思うし、これはもうあんまりすることないね。あの右のやつに警戒するくらいで、届かないしな。あ、こっちかな。いや、こっちも止まってるしね。近づいてきてるとはいえど、これ一旦下がれそうであるな。あれでも動き出したら全然めんどくさいんだけど。今日の弾なくないってあるから行ってみよう。あれ敵なのか。なんだろう。敵のウェーブで動いてるから敵なんだろうけど、なんかもう死にね、くたばりまくってるけど、
あの量できたら結構めんどいな。いや、ここで動き出すのめんど。もう動かなかったじゃん、さっき。近づくか。確実にね。あったらまだスナイパーの弾めっちゃあるから撃ち回っていいか。当たんないな。角度もあるかもしんないしね。あれどうでもいいよね。 59% だよね。39%ヘッドショット。あ、これ切り替えれるね。体力かアーマーかなの、これは。ヘッドショットのスコア変わんないんだよね、別に。まあ、外しちゃった。まあ、こっちの方が良さそう。で、弾だね。まあ、UMP。ライトアサルトライフル。あ、なんかいろいろあるじゃん。あ、待って、めっちゃ、いろいろあるよ。どの弾なんだろうな。ってなったら、これこのハンドガンでしょ。アサルト、SVD、グロック。3つだと重いかな。ガスマスク外すか。あ、でも武器は。EMP、あ。こっちかな。グロック。1番、あ、こっちか。設定できそうなんだけど。遠距離なしになっちゃう、これだと。持ってはいるはずなんだけど、ちょ離れるか。ちょっと重くなってる。気のせいか。あ、帰れる帰れる。あと普通に弱いの持ってきたね。あ、これ弾が違うんだね、そもそもね。はいはいはい。まあ、2つ持っていけんじゃないの。今、ここで押せてよね。あ、だこことかそもそも違うのか。銃2つ持っちゃいけないね。まあ、もう変えれたらね、おろそうと思ったけど。はいはいはい。まあ、来るし、一緒に待ってようかな。当たるっちゃ当たるでしょ。そんな撃つんだね。まあ、各弾にダメージがあるわけではなさそうだね。これ撃てんよね。撃てんだ。ナイス。さてか、だいぶやってますね、ちょっと。夜の攻撃続いてますけど、まあ、大体どんな感じか分かったんでね、ちょっとここまでにしましょうか。セーブできるかな。